はい、どうもこんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、ちょっと面白グッズを言ってね、まあ僕のチャンネルにはね、あんまり普段やってる内容とはあんまり関係ないんですけど、ちょっとね、ネット記事の方で、まあ面白い商品を見つけて、これはアイデア商品だな、すごいなと思ってね、買った商品をね、ちょっとご紹介しようかなと思います。それはね、何かというと、ドンキホーテさんね、の方で、売られてる商品です。で、これドンキホーテさんだけでしか売られてないと思うんですよね。情熱価格って黄色い、なんですか、タグが入ってる分ね。なんで、多分ドンキさんに行かないと買えないと思うんですけど、もうね、実際見てもらおうと思います。それがこちら、じゃん。はい。もういきなりね、インパクトが、これ多分裏だと思うんですよ。表がこっちでね。いきなりこう、インパクトがある、デザインですけどね。パッケージのデザインですけど。これ何かというと、お尻の毛を、なんていうか、剃るね、ものです。で、これね、皆さんどうなんですよ。まあ、男性、女性ね、問わず、多分ね、大なり小なり、なんとなく気になることはあると思います。なんとなくね、僕はあるんですよ。で、まあ、剃る場合にどうするってなったら、まあ、カミソリみたいなんで剃るくらいしか多分ないと思うんですけど、まあ、それもね、まあ、多分、一生懸命やってる人もいてれば、まあ、そんなやってない人もいてるんだろうとは思うんですけどね。まあ、結構ね、なんか、何回つけて、なんでこんなところに毛が入るんだろうって思うときはね、あると思うんですよ。まあ、それをね、なんていうか、簡単にね、剃れるっていうか、すごく、なんていうか、考えられてるなと思ったんですよ。まずね、この、毛をね、剃る部分、これピント合うの、合わないのかな、僕の顔が映ってたら。これだっていうかな。これでいいかな。で、要するに鏡がついてたり、そう、ライトがついてたりしてるんですよ。実はね、こんな感じ。ね。だから、なんですか、しかも当然ね、水洗いができるっていうことでね、そこら辺がいいかなと思ってね、買ってみました。お値段もね、まあ、ここにも書いてますけど、安いね。安いっていうことで、何本だったかな?2000円くらいだったんじゃないかな。ちょっと待ってね、レシート見ておきましょう。そんなにね、値段はしなかったんですよ。ドンキホーテさんで。そうですね。税込みで、1598円。ね。そうそう、1598円ね。だから、まあ、すごくね、安い、ね、ものなんで、これはいいなと思って買ってみました。じゃあ、実際ね、開けてみましょう。まあ、パッケージはね、まあ、今も見てもらいましたけど、こんな感じ。横にも、男の決意。もう完全になんかこう、ネタね、ですよね。あと、この商品はね、ドンキグループが企画開発してるんで、やっぱりドンキさんでしか売ってないっていうのと、あとね、製造はね、小泉製機っていうところが作ってます。他にもいろいろ作ってますよね、小泉製機ってね。扇風機とか、なんかいろんなもの、家電、ホームセンターとかで結構売ってることが多いと思うんですよね。そういったメーカーさんのところなんで、まあ安心して使えるのかなとは思います。じゃあ実際開けてみましょう。まあ正直ね、もう使ってるところは当然お見せできないので、まあ入ってるものくらいね、紹介して、また何かの機会でね、使い心地は、お話できたらなと思います。まあ入ってるのはこんな感じ。あれ?ケースみたいなのも、これがケースなのか。なんか透明な、こんな、多分これが歯のところのケースですね。で、そう、歯のついた毛を掃除するブラシと本体。よいしょ、ね、本体は本当にちっちゃいですね。僕の手と同じくらいのサイズ。まあ、手の長さよりもちっちゃいくらいですね。ですサイズ的に。よいしょ。じゃあ、測っておきましょうか。よ。縦で、そうですね、12.5 くらい、12.5 くらいですね。で、ポイントがここに鏡がついてますね。あ、本当にちゃんとした鏡だ。シールのね、なんかあんまり見えないような鏡じゃないのかなと思って、
思ってましたけど、ちゃんと鏡ですね。でここでライトがつくみたいなんですけど、電池が入ってないね。電池はね、これは LR03 ってもしかしてあれ？あの豆電池かな？あ、違う、単4電池。単4だからあれだね。タスカムのこの部分から取っちゃう。単4電池ね。単4電池を入れましょう。どっちがプラスどっちか。はい。とりあえずね、これでやってみましょう。ほんで、これで多分電源が入る。こんな感じ。これはライトついてるんですね。思ったよりちょっと暗いかな。これでは見えないんじゃないかな。こんな感じですね。で、電源ボタンがこっちにあります。まあ、本当にこの LED はもうちょっと明るくてもよかったんじゃないかな。どうかな。こういう状態で。まあ、ちょっと見えるから。これ電池が弱い？そんなことないよね。まあこのくらいの明るさがあればいいのかな、とりあえず。まあ要するにこうやってとか生々しいですね。でもすごくアイデア商品だと思いません？僕すごく感動したんですけど、これ使い心地はまたね、あれしたらいいと思う。これ全体があれかな、もう箱の中にね、説明書は何もないんですよ。あったこのなんか間に入ってました。お手入れ。あ、本体は水洗いできないって書いてますね。この刃の部分だけを取り外して、つけるみたいです。こうやってグイッとやれば、外れる。上に本体を、手で刃を押します。斜めにグイッと。取れた。この刃の部分だけ取れるんで、この刃の部分だけを洗ってくれっていうことだよね。僕ネットのやつで見て、なんか水洗いが可能って書いてたから、もうこのままお風呂場くらいに置いとけるのかなと思ったんですけど、そうじゃないっていうことですよね。だからそれでまあ乾かして、刃を洗って乾かして、もう一回これセットするという感じかな。後ろの部分からこれかな、なんかパキッていきそうやな、なんか怖いな。まあでも多分そんなね、もう取り外してまではじゃなくて、よし、ちょっとこれあれですね、やっぱりこう刃を外したり、コツが分かれば、いけたコツが分かれば多分すぐできるのかな。なんかこう斜めにクイッとこう斜め向こうにクイッと回転させるような感じで、やらないとダメですね。つける時もこういう風な力のかけ方やらないと、なんかパキッて折れそうな感じはします。まあ、ケースがついてるんで、こうやって、収納しておいてくださいということでしょうね。どうです？1500円にしたらね、ちゃんとしてるでしょ。こんな感じ。他にはなんか注意事項はないですね。もうシンプルな製品なんで、はい。まあ上手な使い方ってこんな感じで持ってます。はい、まあお尻周りとか。脇、アンダーヘア、足に使ってくださいということみたいなんで、まあ、特に毛深い方ね、もしよかったらドンキさんで、買ってみたらいかがでしょうか。まあ、1500円なんでね、思ってもやすい価格ではあるかと思います。僕は面白くてすぐに記事を見て買いに行っちゃいましたけどね、この箱のパッケージも記事には載ってたんで、なんかすごくね、惹かれちゃいました。はい、ということで今日はもうこのネタだけで終わります。またね、僕 3D プリンターでいろいろ作ってるんで、いろいろね、視聴者さんからも
まあ、多分大体特定の方になってくるんでしょうかね。まあ、僕作ってるのがマニアックなものばっかりになっちゃってるんで、まあ、そのものもね、またご紹介していただけたらなと思いますんで、よろしくお願いします。それでは今日は、こちらの、ドンキで売ってる、お尻の血毛トリマーのご紹介でした。ではでは。さよなら。